今年のマニカも地上波に行けてよかったです。この面も年々マニカが上手くなってて、主演アナさんが激しくなってますね。来年は今年よりももっといい結果になるように練習頑張ってね。これからも応援してますよ。猫ちゃん大好き。あとベビパを許すな。ベビパを許すな。いやマジでベビパを許すな。ベビパはさ、マジで当たると思わんかったじゃん。マジで笑っちまったよ。あれ、12分の1だよ。12分の1。最後の最後でさ、当たると思わんかったじゃん。あれはすごかったな。いや、そこでミコさ、ほんと1取りたかったよ。さすがに。さすがに取りたかったんだけど、マジでさ、後半、あと2週ぐらいの時にさ、3位まで上がってて、まあ、持ってるさ、アイテムも良かったしさ、これいけるわって思ったんよね、マジで。全然いけなかったわ。そこでまさかの1位取ってさ、順位ちょっと上げるみたいなのはやりたかったんやけど、因果応報ってわけよ。運ゲーに頼ったらね、運ゲーに殺されるわけ。キネの木見てさ、みんながさ、もう、ベビパラ死んだわ、終わったみたいな。すまない、すまないと思いつつ、ニコも思ったよ。マジかーって、ベビパ来たかーって。すげーって思ったわけよ。いや、反応は正直面白すぎたね。でも、スイちゃんが1位でいてくれてよかったよ。練習の時にさ、ツヨハイはベビパやろうかなと思ってんだよねー、みたいなこと言ってたんですよ。いや、マジでやめろ、みたいな感じになってたんだけど、ツヨハイ行ったメンバーがあまりにも強すぎて、ワンチャン狙うにはさ、運の味方につけなきゃいけないと思ってたわけ。勝つためにね。上がガチガチに強かったらさ、もうなんとしてもよ、ベビパにかけるわと。だからこそさ、もうスイちゃんとかにやめろってなるわけやん。これでマジできたらおもろいなと思ってさ、いやさすがにないでしょって思ってたんだよ。そしたらさ、来たからさ、もう終わった瞬間にさ、マジでディスコードの DM で草生え散らかしたよね、本当に。マジできたみたいな。マジで勝ててよかったってスイちゃんが言っててさ、よかった勝てて。本当におめでとうって。翻弄しちまったよ、あれは。まあ、でもね、ニコもほら、ベビパー許すな派閥になったんで。いやー、ダメや。アンチベビパー。アンチベビパーなの、マジ。来年は、もう一人の僕が生まれるかもしんねえからさ、ニコがアンチベビパーになっても、次にベビパーを選ぶ者が必ず現れるから。ベビパってそういうもんだから。ベビパーは終わらねえ。来年はどうなるのかな。楽しみだな。